はいどうも、ゆうたでございます。こちらは JR 川越線の川越駅でございます。今回は来年2024年から置き換えが始まって、その後、あの会社に行くのではないかと言われている車両に乗っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。この撮影日はですね、 10月の14日、川越で祭りが開催されておりまして、臨時の特急列車が走っておりました。そのため、駅のホームには鉄道マニアと言われる方々が大勢いました。自分もその中の一人みたいなものですか今回は臨時の特急列車ではございません。 今、ちょうど画面奥の方からやってきた、こちらの車両でございます。前面に TWR、7万みたいな感じの数字が書かれていましたね。そう、こちらが今回紹介いたします、東京臨海高速鉄道の7万型でございます。それでは、 車両を詳しく見ていきましょう。さあ、早速車内の方から見ていこうと思います。まあ、始発駅ということで人がいませんね。そして座席はですね、一般の席が青色で、優先席がピンク系の色でございます。扉の上には LCD、 パッドビジョンがついています。まあこのね、パッドビジョンがちょうどいい情報量なんじゃないのかって思うところはあるんですけども、皆さんはどう思いますかそして今見ていただいて分かったと思うのですが、千鳥配置ではなくて全部の扉の上にあります。この車両は平成14年に川崎重工で作られました。そして、 臨海線7万型のトップナンバーでございます。パンタグラフはひし形のものを採用しています。そして、車体の側面はこのような感じになっています。まあなんでこんなに人が少ないのかって言いますと、今日はね、埼京線、や川越線が車両点検を行ったんですよね。それが今映ってる編成なんですけども、 その影響でね、こちらの編成にはね、あまり人がやってきませんでした。席に座ってみますと、ある程度硬かったという印象を受けました。さあ列車は帝国よりもだいぶ遅れまして、川越駅を発車いたしました。 快速列車ですが、この先、川越線内大宮までの各駅と、最強線内の武蔵浦和まで各駅に停まります。そこからはですね、戸田公園赤羽と止まりまして、そこからまた各駅に停まります。快速とは一体何なんだよっていう感じですが、まあ、京王線の快速と似たような感じですよね。7万型について、 説明をいたします。この7万型という形式は、1996年から2004年にかけまして、86両が全部川崎重工業で製造されました。しかしながら、86両のうち6両は JR の東日本に譲渡されたため、全社が同時に在籍をしたことはないみたいです。 そして皆さん気になるでしょうが、この7万型という形式名。まあ最初のね、車両だったら、1000型とか1万型とか、1から始まるような車両名を思い浮かべるかもしれませんが、この7万型というのは、お台場とかの東京臨海副都心が、東京都の策定で7番目の 副都心に当たることに由来をします。そのため、7万型になっております。そしてですね、まあ冒頭の映像を見て、鉄道に詳しい方はうすうす気づかれたかもしれませんが、この形式は車体とか車内の設備、運転台、主要機器、台車等、基本的な設計が JR の209系に 順次た仕様になっております。209系と言いますのは、まあ今多分動画で出てると思うのですが、昔は京浜東北線とかで活躍をしていました。現在は房総地区で走っていますね。まあ細かいところを見ると209系、209系とは異なる場所があるのですが、 まあ大体が同じような感じになっています。そして皆さん気になるかもしれませんが、この編成、この形式の VVVF インバータは製造時が GTO、そして更新後が IGBT でございます。まあ IGBT って結構ね、自分の中じゃね、好きな方なんですよね。そう、それで先ほどこの形式は86用が製造された と言いましたが、現在在籍しているのは重量編成が8本の80両でございます。すると残りの6両はどこに行ったのかとなりますが、これも先ほど述べたかもしれませんが、JR に譲渡されました。そしてですね、臨海線と言いますのは元から重量編成で走っていたわけではありません。 確かね、4両とか、そんな感じの編成も、いたはずです。まあ、その他にはですね、6両編成とか、が走っていました。さあ、列車は南古谷に到着。なんと、九代線のホームには、なんか、特急列車が止まっていました。普段はね、こんな列車は、川越線にはやってこないのですが、今回は、臨時の、 特急列車ということでやってきております。ちなみにこれは送り込みの階層の列車ですね。さあ対抗の各駅停車の列車がやってきました。この列車が来たので、差し置き西大宮方面へ進んでいきます。まあここの区間でデッドロックがあったのは皆さんも覚えている方が多いのではないでしょうか。さあ列車は南古屋を発車しました。 次は、桜汲でございます。この南古屋桜汲館には、最強線、川越線系統の車両が止まっている、川越車両センターがございます。そして、この川越車両センターで、今日はイベントが行われていました。もしかすると、レアな形式とかが止まっているかもしれません。まあ今実際に、ミュートエイン、 でしたっけね。その、検測車が止まっていたのが見えましたね。他には何かいるのでしょうかね。まあ、E233 系とか、八号線の車両が止まってますね。おいっパー5系もいましたよ。もうね、あと2編成くらいしかいないんでしたっけね。さあ、そして皆様、お待ちかね、かもしれませんが、 この7万型を置き換える車両についてお話しいたします。まあ、ネット上にいろいろと上がっているのですが、車体の幅が広くなります。そして、視認性の高い車内案内表示器がつきます。空気清浄機の搭載。手すりや釣り手の利便性向上。全車両への防犯カメラの設置。 通話機能を有した非常通報機の搭載。現行車両よりも、まあつまりこの7万型よりも車両の床面の高さを50ミリ低くする。すべての車両にフリースペースを設ける。衝撃吸収構造を持たせた。交体の採用ドア開閉予告装置の搭載。誘導輪の機能を搭載。 ということで、まあ、おそらく E233 系や E235 系がベースとなった車両が登場することが簡単に予測できます。まあ実際、相鉄の12000系は E233 系をベースとして作られているはずですので、そのような車両が登場する可能性は十分にあります。そして、その E233 系をベースとした新型車両という設定にしておきますが、その車両に置き換えられた7万型はどこに向かうでしょうか。廃車となってしまうのかもしれませんが、ツイッター上で、東京臨海高速鉄道のアカウントと伊豆急行のアカウントが交流をしています。 まあ内容と言いますと、マスコットキャラクターのリンカルが伊豆急に行ってきたとか、逆に伊豆急のキャラクターが臨海線に乗ってきたみたいな投稿があります。まあつまり、これはね、臨海線の7万型が伊豆急行で走るようになるかもしれないということです。つまり、車両の譲渡に関して打ち合わせをしているかもしれないからです。 まあそれを裏付けるように現在伊豆急行線ではもともと JR で走っていた209系が譲渡されて走っておりますのでこの臨海線の7万型も209系をベースとして作られておりますから可能性は十分にあり得ますまあ臨海線のねこの車両は西部のサステナ車両として導入されるのではないか と予測されておりましたが、外れてしまったので、まあ、伊豆急に行く可能性はかなり高いかなと思われます。さあ、この佐々木駅で下車しました。この後ね、やってくるであろう臨時の特急列車を撮影しようと思います。皆さんも置き換えが始まる前に臨海線の7万型に乗ってみてはいかがでしょうかチャンネル登録や 高評価、共有としていただければ幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。